松下ただいつこのあなたへスマイル。この番組は WBA 世界ミニマム級9度防衛 IBF と WBO3 団体チャンピオンのただいつこさんとロンドンブーツ1号2号田村敦さんのそっくりさんをやらせていただいているロンフ敦がお送りするネットラジオ番組です。さあやってまいりました。本日もあなたへスマイル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 。さあえちゃんやってきましたな。さあこの間ね LINE 俺かなきっと系やつね。はいはい、とりあえずですね、この間日本酒利き酒会ね、行ってきましたね。行きましたね、シャンプーハットの哲司さんが、畑からお酒を作っている。で、まあ、それを、まあ、できたものを振る舞ってくれるっていう会やったけど、どうでしたか？いや、日本酒がなんかこう飲みやすくなってて、うん、でいろんな種類、あんま日本酒正直あんま飲まられへんかったんですよ。あー、もともとね、うんうん、まあ何個か好きなのもあったけど、まあお寿司屋さんでたまに日本酒、はいはいはい、焼き鳥屋で日本酒ぐらいやったんですけど、うんうん、こないだ飲んだ時に、はいはい、あのなんかつぶつぶ入っとった大きなやつあるじゃないですか。ああはいはいはい、あれも美味しかったし、うんうん、なんて言ったらいいんかな、この日本の文化がちょっとあのフルーティーな、うん、あれめっちゃ美味しかったな。あれはマジでしょっぱなやったね、気なしあれやったから、あれ美味しいと思ったね、うん、あれどこ売ってんやろ。あれはな、どこなんやろね。でもまあおそらく出回っているからあそこにあるわけやから、うん、まあちょっとこう覆されてきてるよね。そうやな、あの昭和の日本酒じゃなく、うん、むちゃくちゃなんか何やろ、こう新しい製法とか多分いろいろ取り入れてるんやとは思うけど、うん、すっげー飲みやすい。てか日本酒のイメージがだいぶ変わってくるよ、あれ。変わってくるかって、あのか、うん、なんかじいちゃんがよく飲んどったやつ、はい、あれね、はいはいはい、あれが日本酒まずみたいな、なんかな、あんまいいイメージなかった、ね、なかった、正直、うん、今もね、こんな間あんま飲まれへん、私まで飲んでたよね、飲んでましたね、たしなんでおりました、たしなんでたな。だからあれはね、その覚えたらマジでこだわって作っているから、まあ、ほんまにだから、まあ、いろんなその人が関わってで、まあ、ボランティアでやって、だから一から作っている工程を見ながらだから、まあ、それできたものをそのああやってあそこで飲めるっていうのは多分めっちゃ感動的な、工程を見れるって関わるってそこに感動が生まれるんちゃう、うん、そうやろね。だからなんかもうパンとできたものを渡されるのと、ほんまにその最初から携わってで育ててっていう、やっとこそできたっていうそこの喜びがあるから、うん、全然味わい方ちゃうと思う。ちゃうよ、米大変やもん。知ってんの、うん、あ、そうなの。やったことあんもん。あ、そう、うん、あれめちゃくちゃ大変やね。マジ、うん、まあ昔やで、うん、学生の時体験した、体験した、ほんま1週間ぐらいで、1週間ガチ言っていい、うん、クタクタで寝んで、あ、そんな疲れんのぐらいやった。へぇ、あれ1個いたる40キロぐらい、うんうん、米とそれも運んだし、あ、そう、えぐい、その力のそのなんちゃうの、まあ体力使って、体力もいるし、やっぱあと、うん、お米残されへんもん。あ、なるほど、はいはい、もう見てるからね。あれ見たら、うん、米粒残されへんと、やっぱり、まあそうね、手をかけて、はいはいはい、端っことか釜で切らなあかんから。あ、そうだよ、ね。そうそう、行かれへん、はい。まあ今はいけるかしらけど、うん、まあ、ね、とにかくその本当に重労働。そうだよ、ね、やっぱりその農業の方って相当なお仕事だね。毎日たまにやったら楽しいけど、それで毎日やで、毎日ってなったら、まあベランダで作ってるレベルぐらいが、はいはい、ああまあちょろっとぐらいってことね。あと畑持ってんねちょっとだけ。あ、持ってんの。うん、持ってんねちょっとだけやけど。初耳。そうそうそう、はあ、
それでやっても、うん、まあまあできるけど、やっぱりその毎日じゃなくてやり方を今教えてもらって、はいはい、その無謀でやるっていう、あ、もうほっといてもほっといてもできるっていうのをちょっと勉強してて、そんなあんのできるの、あるみたいな、でそれは水もいらんし、水もいらん、その毎日あげなあかんっていうのじゃない、はいはい、結局それはもう土やん、土、土の微生物と土が生きてたらできるっていう、はい、農薬がその菌をしてるから、あ、農薬ね、はい、ただ形は良くないのはできるよね、あ、できるはできるよね、できるだキュウリまっすぐってほんま本来はできん、赤ちゃんがまっすぐ出てくるのもやで、まあ気持ち悪いね、赤ちゃんでもこう、そうね、キュウリもぐるってなって、それが自然やってことね、それが自然、まっすぐなキュウリ、逆にまっすぐって何かしたらまっすぐ出てくるのか、形をこうやってさ、まあ、まあ筒みたいなで入れた状態でこう育てるっていうことじゃないの、あれなんか多分その薬品とか、あ、薬品入れてんの、あれ絶対入れてる、まっすぐならへんて、筒入れとっても、だって、まあ、筒入れてるかもしれない、スーパーとかでは見た目が、あ、大事だから、大事やから、うん、形悪いもんな、結局、うん、そこに、うん、今の人たちはそこにフィットする人が多いから、まあ、うん、気づいてる人はぐにゃぐにゃでも買うけど、うん、だから、あ、そうか、気づいてないから、だって、うん、子供らだってそんな触れることもないし、パッてスーパー行ってあれがそうやんって思っちゃうよ、まあまあそれで育ててるからね、そう見てきて、まあ最近土遊びとかも結構出てきてるけど、うん、まあ微生物が、はいはい、農薬撒いたら微生物が死んじゃう、あ、だからダメな方法で育ててるわけね、基本的に、まあその大切な菌まで殺して、はいはいはい、必要な、必要なのもやっちゃってるって、なるほど、知ればするほど恐ろしい、あ、そう、やっぱ食っちゅうのはね、そうやね、めっちゃ話変わるけど、今日喋っとったやつも、はい、食の話、はいはい、ちょうどね食料危機が訪れると、で、まあ今までのそのね、こう、まあ、当たり前に変えてたものが変えなくなってっていうね、こうこと、まあ俺もちょっとちょいちょいそのネットとか見て、なんかまあ最近はさ、その食料危機が訪れるから、今じゃなんか、ね、コオロギなんか自販機で売っとったって、あ、そうそう、だから昆虫食ね、そうやね、コオロギが、コオロギだけちゃうね、しかもいろんな虫やね、いろんな虫をもう食べれるようにして自販売で売ってるっていう、それ聞いてさ、はい、確実にさ、うん、そっちに移行せなあかん状態作ってるってことや、無理やりでもな、植え付けていってるよ、どうかな、クエンタのミナリ、今日その話たまたまお話してきた方がいて、うん、偶然偶然コオロギのニュースばっかりして、うん、コオロギ食えって言うてるようなもんやで、あの報道って言っとったから、いや多分そうさせようとしてるやろと思って、でコオロギパウダーみたいなもん、なんかそのどっかの給食でコロッケみたいなのに入れて、で子供らに食べさせてるっていうのをなんかあって見て、でそれで苦情がブワ来てるっていうなんかニュース、ネットニュースかな、見てて、それは苦情来るやん、いきなりもうコオロギパウダー入ってますって、何を勝手なことしとんねんって、まあ今までの常識が常識じゃないことがいきなり来るから受け入れがたいやん、でまあそのなんかコオロギ自体は毒らしい、うん、だから食べたらあかんって言ってるもん、あかんの売んの、売るみたいな、だからそれって多分隠蔽しようとすると思うねんけど、だから今までそのまあイナゴとか、イナゴええんちゃう、イナゴとかあったやろ、あんなんとか、まあそのそういう食っていうのはその今まで食べてきて大丈夫なもん、何今さらコオロギやんのっていうことや、ここに疑問を持たなさ、今さらコオロギを出してきた理由が絶対あるはずや、今日はコオロギの話なのかな、コオロギを食べなあかんくなるかもしれんよっていう、まあ、コオロギだけちゃうねんけどね、まあだからその昆虫からその栄養素を取ろうとするわけじゃん、いやでもまあどっかの国ではそうやって食べる、虫食べるってあるやん、ある、海外ではそうやろ、
あるある。どっかあったんじゃん、そういうあるある。多分あの韓国とかでもなんかあるんちゃうかな。韓国で食うてる虫、韓国って多分虫食べる。マジ屋台に売っとったの。へえ、姿で姿やと姿はあかんわ、虫は。だから、まあ、なんかね、やっぱりでもあれちゃう、やっぱりその今まではその、うん、今までの常識を覆す自販機を送ってまあまあ本気やん。いやもう多分もうガチやる。なんかその飛び道具的にそのなんかたまにさ、ゲテモノみたいな扱いのまあなんか自動販売機みたいななんかたまにあったとは思うけど、そういう感じでもなくちゃんとガチで始めましょう的な、昆虫食を始めましょう的な、なんかそういう感じやったから、あこれマジでこう食わそうとしてんぞみたいな、えぐいな。まあでもこのまま行ったら、うん、マジビビかすことになって、うん、まあ需要としてアメリ中国と、まあ、こんなちょっと社会的な話なんだけど、中国と、はいはい、まあインドの人口が飛び抜けて増えてるから、うん、例えば今円安や円安や円が弱いから、はいはい、その円よりそっちに回した方がってなったら、まあ輸入門が日本に入ってこんくなるから、うん、そういうことになるっていうシチュエーションを考えれば、うん、大いにあるかな、うん、まあそこを食にしとかないとっていう。まあそれ以外にもチョコレートとか多分入ってこんくなるから、チョコを食えんくなるの痛いなとか、発狂するやつも高級食のチョコレート、チョコ、ね、でもそれに変わったもん俺出てくると思うね。まあそれは出てくる絶対、うん、そうなった暁には。なるほど、絶対出てくる、うん、人間なもの、そうやな、なんか生み出すやろ、生み出すと、はい、確実に。だからそれっぽいものを化学製品で作り出しそうな気がする、ね、うん、さあ皆さん食について、いやほんまどう思う、マジで。いやでもこれはでも結構最近の話じゃなくて結構前から思ってたことで、うん、はいはい、食にね、うん、だって人口は増えてるから、日本の人口減ってる、まあ世界中で、世界中の人口、ほんで日本人が人数縮小してきて 円が弱くなったら、ここを言うたら商売地よ国やじゃなくなるわけや、うん、それを考えればそれはまあそっちに流れていくでしょうって、うん、日本のその円の弱さと、まあね、だから市場がでかいところに流れるよね。あと日本の商品がその神戸牛とかあるやん、はいはい、あれが日本人が食われんほど神戸牛が高級になると。ああでも海外で売っていくの、それを売ってるですね、中国とかでも5倍ぐらいの。だからそれで買いようやろ、あいつらは買う買いはるよ、中国はすごい。その日本の食事は結構人気あるから。そうなん、あるある、日本の神戸牛、あの神戸牛って言ったら結構外人知ってるじゃん。あ、そう、中アジア人は結構あの神戸牛って言ったら神戸牛、向こうはあんまりあの脂っこい食べ習慣がないから。あ、そうなん、そう、結構赤みが多くて、だから、うん、ほんまにまあ取ろう、切るって。ああそうなんだ、神戸牛そんなに、まあ、まあ食べる機会は前ないよ正直。神戸牛、神戸ビーフは神戸牛じゃないから。あれ違うよね、何の話やねん今日。いやでもショックや、そうそうそう、単純に。いやほんまにだってさ、食い物ってやっぱ一番な、正直その食べとう時ハッピーやから、やっぱりみんな、そやろ、間違いない、うまいもん食ったらめっちゃなんか、だってレン、あの日本酒会でもさ、まあまあ食べてたやん、食べてた、今日も昨日も、はい、なんかこの日絶対さ、最近さ、うん、ご飯以外にモスバーガー、うん、そやな、ラジオ撮る時絶対モスバーガー食べてるな
そこにあるからな。うん、うまいな。なんなんやろな。分かってくれた。うん、モスバーガーの美味しさ。いや、まあ近所やけど、近所すぎて全然行かへんね、あえて、うん、別に選ばないんやけど、こう姉ちゃん買ってきてくれるから食べるようになったけど、うまいね。美味しいやん、これ。美味しいやん。うまい。塩かき揚げうまい。あのライス、あれな、ライスバーガーね。あれうまかった。あれ美味しい。今日買ってきたもん、間違ったっすか。あれ間違ったんや。ロースカツ2つ買った。うん、普通にロースカツ。あ、珍しいな、思って。あれがかき揚げです。何の、そうなん、だいぶ間違えるっすか。ロースカツとかき揚げ、多分2人にしようと思った。だから、あ、はいはい、いっぱい買う手間打ったら食べちゃうやん、うんうん、だから、はいはい、そういうこと。そうそう、頭の中で思って頼まんかった。あー、サーティワンも買おうかな思ってんけど、はいはい、サーティワンクローズしちゃった。え、嘘。ほんま終了の時間なんか短縮しちゃった。あ、そういうことね。あー、またサーティワン。うん、さあ、違う、お前なんなんやろな。だから、まあ、美味しいものを食べてると、うん、やっぱハッピーやから、その食べ物に関してはめちゃくちゃシビアにこれからなってきたとしたら、だからそれを脅かされるってことで。そうやね、ほんまに。これほんまに、あの、新冗談抜きで、うん、ほんまに、うん、普通に食べれてたものが食べられへんようになってくるっていう時代にはなってくる。なるほどな。まあ、一番食べるの好きやから。そうやな、えっちゃんもめっちゃこう食べるの好き、食が好き、食が好きやもんね。それをさ、奪われるのはちょっと。あつしさんも結構まあまあ食べるの好きやもん。食べるの好きやもん、やっぱり。なんか最近見てても、いや、食うよ。だから、その食べ物ってか、まあ、その美味しいものはね、もちろん。普段はそのなんか惰性というか、まあその辺で、まあまあそのさ、こう外で、まあ、ちょっとつままなあかんっていうのは、あんまりなんか、とにかくちょろっと入っとけばいいかな、体にっていうぐらいだから、あんまりこだわりないけど、ちゃんと食べたい時は美味しいものを食いたい。食べ物のことなら聞いて。そんな食べるのはね、食べ食なんか言うて、なんか言うて、何でも返すよ。あ、そう。何が好きですか皆さん。いや、まあでも、まあ言うたらこう分かりやすく言えば、その、まあ、例えばその、まあ、ジャンクやな、モスとかって一応、うんうん、だけどそのジャンクの中でもそのあれがあって、まあ、モスはうまいわけ、上級なわけだから。でもその全般的に見たら、あそこはジャンクになるけど、ジャンクじゃない食事で、うんうん、まあ、例えば、まあその前によく行くそば、そばね、うん、あれもまあやっぱめちゃくちゃ美味しいから、うん、ああいうレベルの、まあ、違うジャンルの、うん、寿司か、寿司お前みたいな、はいはい、はいはい、新街地のね、うん、あそこは、はい、安くてうまい。まあ美味しかったよ。グレードが高い高い、あの値段で。あれはもうコスト高めやで。あれなんか、あそこはなんであえてやれてんねん。ちょっとだけ値上げしとったけど、それでもまだ安いぐらいだった。うん、300円上がっとったな。うん、それやのに、あのさ、あの場所かな、場所が安いから。でもクオリティは高い、ね、高いよね、高いね。めっちゃうまかったね。高い、うん、あそこも美味しいしね。なんか久々また行きたなってきた。最近行ってないの。最近行ってない。あ、そう。昼間行かへん。あ、昼間ね。昼間がいいかもしれない。確かに昼間に、はいはい、そうだね、私なんだよ。てか、そのあれ言っとったよ、食じゃねえけど、サウナ行ってきたよ。行ってき、整えます。整ってきたな。整えよう思ったけど、その整えようの前日に財布落として思って。そうや、言うてた、がっつり落としてたね。
まさかお財布落とすってな。整える前にキャッシュカード止めます。そやな、そうやね。全部やろ、全部入っとったやろ。いやマジで全部入ってる。現金と、現金と、えらいことやで。えらいことしたわ。全然もう記憶にないな。いやタクシーでやと思う。お金タクシーで払ってタクまでは覚えてる。覚えてる。タクシーでお金払った。そうか、そこまで覚えてるわな。それ財布開けるやん。で家から10メーターぐらいしか歩いてない。もうすぐそばまで来たわけよ家。そう。じゃあどうやって落としたの。落としたのか、まあもうその中、うん、まあでも連絡ないんでしょまだ、はい、まあしゃあないな。まあまあな、もう後の祭りやから。見つかったら、まあ見つかったらもうラッキーやしね。そう、なんか儲けた気分やから、うん、寿司やな。寿司やでもさ、そのまあ言ったらそういうレベルのめっちゃこれうまいっていう、まあ、寿司とそば今出てたけど、それ以外、え、あずみさん何がいい、あのどんなのがいい。なんやろな、その寿司とかじゃない、魚料理とか。そこの寿司言って次行きたいなと思ってる寿司は創作料理、創作も出てくる。ちょっと江戸前寿司やから、あ、こうやって出てくる。その握って握って、その手でなかなか今時ないんじゃない。ちょっといいとこ行ったらそれ出てくる。ああ赤坂とか行ったら多分これぐらいに行くやろね。なかなかな、なかなかなお値段です、ね、はい、よー行きまへん。高いで、ね、赤坂、赤坂、赤坂とか東京とかなんか。東京はもう場所自体もあるんやろ。なんか俺の同級生がいつの間にか銀座であのステーキのお店をやっていて、なんかまあそう鉄板焼きっていうかな。あー美味しい美味しい。鉄板、まあ、だから鉄板の前にはそのシェフというかそのがいて、うんうん、で俺らはその周りに囲んでその焼いてるのを見ながら、うんうん、みたいな。まああれはパフォーマーや言うと思うよな。そう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 、そうやつな。ホテルとかよくあるやん。そうそう、ああいうの銀座やみたいな、めちゃくちゃええとこで働いてるやんとか、そういうところもいいと思う。銀座はないけど、まあホテルは、ああとあの神戸にもあるやん、キクス、キクス、あ、なんか木戸ビフテキとかあるやん、川崎のビフテキとか。はいはい。キクスはまあいろいろ行った中でコスパ高めでお昼狙い目。あで、ニンニクライスが激うま。ニンニクライス、それだけが食べたい。青森のニンニク、うまい、うまい。あの値段であれを出してくる、そんなうまい、うん、もうあれだけ、あれだけでもいいかな。あ、そんなレベル。ニンニクライスってさ、そのニンニクがまあその味付けにある、その肉とかも入ってる。肉は入ってない。あ、お前ライスのみ。オンリー、オンリー、オンリーユー今日ちょっと二人ともキレてないよ。キレてないというか、もうようわからんノリになっとるわようわからんノリになっとるわ。まあでも、あれやな。そう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 、まあ、なんか、まあ、美味しいもん食べるのもそうやけど、なんかそういう、うん、いろんないい話ができてね。はいはいはい。まあでも、ね、こう今、こう、いろいろさ、切り替えの時期やと思うね。もう3月もね、もう言うてもうすぐ4月だね。だから4月だったら、まあ言うたらまあみんなもう言うたら卒業シーズンで、みんな卒業してます、卒業しましたってなって、みんなこうワクワクしている人たちいる。俺の娘が卒業して、おめでとう。まあありがとう。ほんまにね、ワクワクしてた。かわいいな。やっぱそりゃそうじゃん。その今までまあ高校生活、まあ、なんだ言うて高校生活を楽しんどったと思うんだけど、やはりさらに、まあ、大人になったっていうか、大人になる階段を登る瞬間やからさ、なんかワクワクしてる姿を思い浮かべたら、そう、かわいいな。かわいい、かわいいし、そのなんやろ、コロナ禍の3年間やったから、うん、
高校入ってすぐにもうコロナが始まって、すぐに自粛ってなって入学式行ってすぐやまあやな、話やそんなあれだったもんな、えぐっ。そんないきなりさ、やっしゃ高校生が始まった思ったら、はい休んでてください、家にずっとって気苦労やろな、きついで。ほんでなんかそのリモートでみたいなのが始まった。それでも行けるっていう世の中にもまあ確かになったけど、やっぱりこう直に今もいろんな人とつながっていけるけど、リアルにやっぱりこう会って話すっていうのが一番いいなっていうのは改めて。そうやね、ほんまに出会い方が変わったっていうのはあるね。そのつながり方の形が、基準が変わってきたね。そうそうそう、その画面上の中で、そのまあメタバースもそうやけど、あメタバースだ、うん、あれの中でもコミュニケーションでまた全然ちゃうとこからっていうので、またリアルに会うっていう、はいはい、あったね。だからそういう出会い方が変わってくるから、うん、そのなんていうかな、人の価値も変わってくるやろね、うん、まさにもう変わってきてるけどね、だいぶね。ただばっくり分かれてくる気がする。ばっくり、うん、だからそれに対してのもう全然別に興味がないっていう、いう人と、はい、それも応用してそれを使いながら、あなるほどね、やっていく方と分かれるんじゃないかなとは思う、ね、そうね。まあ言うたらそれの世界に入り込んで、まあ、入りたいってことですね。もうすでにその世界ずっと生きていて、メシもまあその世界で基本的におるから、まあ、その画面見ながらメタバの中で、いやいや、だからそのこれはつけたまま、そのなんて VR もあるもうつけたままこうその中でもなんか、まあ、用意はしてくれる。だからもう外出てないもん、外出てるつもりやけど。で、メッシュ食べてもなんか膨れんの？あ、でもメッシュは実際食うから。え？その人が？それだからそのつけてるけど、別にメッシュはその用意してくれてその場で。あつけたまんま？つけたまんま、うん、なんかその世界の中で入っときたいな、なんか抜けられへん。ノー。いやだからもうほんまに、だからその世界に生きてる感覚で、ほんまにあれやね、アバターなんて。アバターやね、アバターなりマトリックスなりやね。でもあの世界を作ろうとしたのは間違いない。あれ映画になってる時点でおそらくそういうのを築き上げようとしてる人は多分おるやろな。アツさん結構こういう話好きですね。まあまあそうだ、結構まあ未来系の話っていうか、うん、これ話し出したらやっぱりなかなんだけどもうほんま止まらんくなるぐらいのちょっとこう興味は実はあって、うん、で俺を撮ってくれてヤーマンとかっていうのそういうのが詳しくてやってんのヤーマン、まあ、いつもまあそのいろいろ手出すから、まあ、VR とかあの AR っていうのがあって、 AR はもう言ったらそこに映し出すっていうやつ、あ人は現実に今こう今俺が見てる世界にちょっとポンとまあなんか浮き出てくる感じ。そういうまあ言ったらゴーグルとかつけるやん、あの今メガネみたいなのつけて、それでその中に映し出されてる。でも現実におるよね、そこに。でもおらんねん。おらへんっていう、なんかその AR っていう技術と VR はもう VR その仮想物の世界とみたいな、なんかそういうので結構ね、まあ、前結構前から俺喋ってる、これ10年以上前から。まあまあやん、うん、こういう世界になってどうたらこうたらみたいな、まあ割と話してて、いろいろ興味あった。でも普通やったら
普通って言ったらあれけど、まあその辺で話してもあんまりその人みんなの興味あるわけないから、あんまり喋らないんですよ、それは。あんまりピンとこへんやん。アバター見とったらでもピンとくるけどね。でもアバターを見てる人とどんな興味かって言ったら、あんまりその詳しく知らなかったですよ。あー、この間アバター見に行ったよ。ほんま、なんかさ、めっちゃ長かった。まあ、長いやろ、あれ半分寝た。ほぼ見てないやほぼ見てないし中だけ寝た。まあまあまあ、まあ、分かる。感動したから。まあまあな、内容としては結構まだ続くね、あれ。あー、多分ね。まあ、アバターもそうだし、あのだからめっちゃおもろい映画じゃないけど、まあ、ドラマか、海外ドラマ。そういう世界を描いてさ、やっぱりおもろらしい、ね、めっちゃ見たいな。けどなんて言うたよね、ちょっと忘れしてね。今ちょっと頭にはそれ映画出てきてんだけど、めっちゃおもろらしいね、マジで。あとはちょっと覚えてくぐるけど思い出すために。まあでもそういう世界の話は俺はマジでそのずっと前から考えて追って想像してたけど、まあなんかこれ話し出したら普通に1時間では終わらないし、てかもう30分いってんですよ、また。今日でもなんかキレてないわ、2人とも。眠たよ、ショーン。なんでわかった？なんか眠たそうな顔してて、で俺も昨日ちょっとワクワクして、あの寝れてなくて。ワクワクして寝られへんっていうのが、はい、もうなんかむしろ、なんかワクワクして寝られへんっていう。え、ない？ワクワクして、ワクワクして寝られない。うん、ワクワクして次の日を楽しみにして寝る。寝れるんや。寝れる。ああ、そうだ、いいな。寝ないと。いや、寝なあかんのは分かんないね。でもその何やろう、まあ、想像をしてしまいがちというか。俺が想像すんねん。妄想も。妄想も。羨ましい。全く妄想せん。やっぱり現実も。そう、俺妄想をしまくってしまうから、なんかだからある程度こう想像して先を先っていうか、まああるそうなるかどうか別として、あ、妄想じゃなくて想像やからええやん。うん、だからまあ例えばライブ前日とかね、こうなるぞみたいな、こういう風にやるぞっていうのが頭でいろいろ頭で描いてて。それはええやん、イメージトレーニング。あ、そういうこと。イメージトレーニングはベリグッドじゃん。で、それがやりすぎて興奮して全然寝れなくなるっていうことに結構陥って。へえ。うん、だからほんまに疲れへん。今日なんか結構こう、あつさん疲れてない？ああ、まあ疲れてるから単純に睡眠不足。そう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 。だから興奮しすぎだよ、俺昨日。よっしゃーなと思って、うわーなと思って。もうな、だからほんまよくあるその遠足具合とか寝れない。ああ、なんかこれ遠足でも寝られへんかった記憶あるわ。あ、やっぱあった。あった、遠足楽しみで。いや、そういうことやね。それやね。うん、それはあった。そういう感じのんが未だにある。めっちゃ最高や。だから楽しいのは楽しい。めっちゃ単純にもうその何だろう、明日が楽しみっつってなって寝られへん。寝られへん、ね、寝りゃええのにな。寝たら明日になるわけやん。これやるなら早いね。なんのにもうそこがもうワクワクしてて。まあでも幸せやん。たまらんってなんで。あなたへスマイルやん。まあそういうそのなんかワクワクするようなはい、ことをちょっとみんなにもね、あなたへスマイル。そう、みんなにねちょっと単純にこうワクワクしてもらいたいなという気持ちがちょっとでもお裾分けできたらなと思いながら。落ちない、落ちられへん。俺らが今落ちそうや。うん、もうではとりあえずね、もう僕たちは落ちると思いますので、うん、寝ましょう、はい、寝ましょう。今日は今日はね、はい、というわけで、ね、はい、なんかどうでもいい。まあでもほんまにね、はい、あの雑談に近い会話もたくさんあるんで、ね、はい、雑談ですほぼ。まあというわけでね、来週もまたあの始めたいと思いますので、あなたへスマイル、また聞いてください。皆さん、じゃあおやすみなさい。ありがとう。Good night.